CS6 のイラストレーター CS6 では進化した新しいトレースエンジンによってビットマップのイメージを簡単で正確にベクターアートワークに変換できるようになりましたイラストレーター CS6 の新しいトレース機能は以前のライブトレースと同様の機能はもちろんのこと より直感的に、より簡単に操作でき、正確なトレース結果を迅速に得ることができます。以前のような複雑なオプションに悪戦苦闘することはなくなりました。あらかじめ用意されているプリセットを使って、トレースを試してみましょう。こちらのファイルを開きます。トレースに適したワークスペースに切り替えます。ワークスペースメニューを開き、トレースを選択します。 ご覧のようなワークスペースに切り替わりましたトレースワークスペースでは画像トレースパネルが表示され選択したアートワークをすぐにトレースできるようになっていますウィンドウ左下にあるアートボードナビゲーションメニューから3を選択して赤く紅葉した葉のビットマップ画像が配置されているページに移動しますビットマップ画像をクリックし選択しますリンクパネルを確認します このようにアートボード上に配置された JPEG のビットマップ画像であることがわかります。画像トレースパネルの上部にあるプリセットで写真・高精度を選択します。このような結果になりました。画像トレースのプリセットには様々な設定が用意されていますので好みのトレース結果を簡単に選ぶことができます。また、プリセットを元にして さらに調整することもできますカラーのスライダーはカラーの正確さを調整しますスライダーを左にドラッグして少なくしてみましょうこのようにトレース後に利用されるカラーの数が少なくなりました右にドラッグしますカラーの数が多くなりましたのでリアルなトレース結果になっています今度はプリセットで写真 低精度を選択して結果を試します。このような結果になりました。色数を指定してトレース結果を確認したいときは、パレットメニューから限定を選択し、カラーのスライダーで色数を指定します。ここではカラーを4にしてみましょう。トレース結果の画像の中で使用されている色数が4色となり、 イラストのような効果が強調されましたなお表示メニューの右側にある目のアイコンをプレスするとトレース前の元の画像を確認することができます次に画像をトレースしてシルエットのパスを作成してみましょうアートボードナビゲーションメニューから4を選択して緑の葉のビットマップ画像が配置されているページに移動します選択ツールで ビットマップ画像をクリックし選択しますリンクパネルを確認しますこちらもアートボードに配置された JPG e のビットマップ画像であることがわかります画像トレースはコントロールパネルから行うこともできますコントロールパネルでプリセットのメニューのポップアップからシルエットを選択しますこのようになりました コントロールパネルで拡張をクリックすると、トレースの結果からベクトルパスを作成することができます。拡張することで複数の複合パスが作成されます。なお、この画像では配置したオリジナルの JPEG 画像の枠に対してもベクトルパスが生成されています。選択ツールを使って葉の部分をクリックすると、葉の輪郭を形作る複合パスのみではなく、 グループ化された外側の長方形も選択されています。この外側の長方形のパスは必要ありませんので、グループ選択ツールでこの外側の長方形のパスを選択し直して削除します。グループ選択ツールに切り替えます。外枠の部分だけにかかるようにアートボード上でドラッグします。外枠のパスが選択されましたので、 デリートキーで削除します。これでビットマップ画像を元にしたシルエットのパスが作成されました。以上、Adobe Illustrator CS6 の新しいトレース機能についてご説明しました。